中華民国国家は中華民国の国家。しばしば三民主義家という名で呼ばれる。広報軍艦学校訓子、孫文家氏は中華民国国府の孫文による三民主義思想から基づいて、1924年に中国国民党によって設立された広報軍艦学校の開校式で孫文が述べた訓示の内容である。古官民、大器等。 両中外、小無沖、作詞、手茂作曲。かつては国家演奏時不規律のものに罰金刑を課したり、太陽国と同様、映画上映前に必ず国家を流さなければいけなかったが、中華民国の民主化に伴い、すべて廃止された。2004年6月30日までは中華民国の国際放送である台湾国際放送で、 放送開始時のインターバルシグナルにオーケストラによる国家演奏が放送されていた。国家演奏の放送が取りやめになったのは、同日本語放送によると他国の国際放送で国家演奏が放送されていないことや放送内容の充実化が理由であると述べている。なお、今でも地上波の台湾電子では放送開始時にオーケストラ演奏による国歌が流れる。 演奏前には総国家時受け保持粛清のテロップが表示される映像は、行政院新聞局で作られたものである。ただし、オリンピックやワールドカップなどの世界大会で、中華民国の選手が出場するときには、中華民国国家ではなく、中華民国国旗家が用いられている。三民主義は、我が党の指針。これで民国を建設し、これで大道に進む。 ああ、あなた方多くの人々は、民のための模範となって、朝から夜まで怠けることなく、主義に従おう。勤勉であれ、勇敢であれ、必ず信じ必ず忠実であれ。心と美徳を一つにして、最後まで貫徹しよう。三民主義は、我が党の胸とするところ、モテ民国を立て、モテ大道に進まん。し何時らたし、民の前方とためり、宿や頼らず。 主義にこれ従う。金をや火、有をやひ必ず信じ、必ず忠にして、一心一徳貫徹始終なれ。中華民国では、国家は、基本的に幼稚園児の頃から歌うようになっている。そのため、中華民国国民は、全員歌うことができるので、歌えないものは、国外からの不法滞在者だとわかる。実際、過去に、 台湾なまりの北京語を完璧に操るも国家が歌えず、中華人民共和国からの密、入国者であることが発覚して逮捕された者もいた。しかし、日本統治時代で教育を受けた世代の国民は、もともと北京語が苦手なこともあり、歌えないことが多い。また、中国国民党に弾圧された人々や、民主進歩党の党員にとっては歌詞への拒否感も強い。 ありがとうございます。